ゲーミフィケーションに不可欠な3つの武器をご説明したいと思います。まず1つ目はタイムプレッシャーです。例えば、私は学生時代、英単語を勉強する時であれば、これから30分でこれだけ覚えようというふうにタイムリミットを決めて自分自身にプレッシャーをかけていました。すると、このプレッシャーによって、これはやばいと脳が勝手に暗記の指令を出して働き出すのです。結果として、無味乾燥な単語の暗記という作業も短時間で効率的にこなすことができました。締め切りが作業の能率やクオリティを上げるというエピソードは昔から多くあり、例えば明治の文豪、夏目漱石が締め切りに追われながら苦労して執筆し、数々の名作を生み出したことなどはあまりにも有名です。次に大切なのが、結果のスコアリング。つまり、記録を取ることです。行った結果を、具体的に記録にとって確認し、脳に定着させる行為は、ゲーミフィケーションにとって、とても大切な作業です。今日の出来は100点満点中85点だなとか、今週は何勝何敗で勝ち越しといったような感じです。問題のレベルをあまり高く設定せず、それなりに良い点をコンスタントに取れるようにして続けましょう。そしてその記録をいつも見返してニヤニヤしてみてください。この快楽によって脳に継続する喜びが生まれるのです。これって他愛のない工夫だと思うでしょうか？いいえ、こうして自分を褒めてあげることこそが何よりも必要なのです。記録を見返すほどに毎日が楽しくなり、自分の中に自信が育ってくるはずです。どうか毎日堂々とドヤ顔で続けてみてください。そして最後に、ご褒美を用意すること。ゲームに勝てた時、つまりは何かを達成できた時のために、自分が満足するご褒美、報酬を設定するのです。そもそも脳には報酬に敏感に反応する回路が出来上がっていて、これは脳を思い通りに動かすための基本でもあります。この単語の暗記が終わったら、とっておきのどら焼きを食べよう、といった小さなご褒美でも構いませんし、社会人の方なら、このしんどい仕事が終わったら、旅行で南の島に行ってリラックスしよう、なんていうふうに、ちょっとすごいご褒美を準備するのもいいでしょう。こうして自分にとって嬉しいご褒美で脳の報酬系を刺激することにより、多量のドーパミンが分泌され、やり抜く脳の回路は強化されていきます。
皆さんどうか、このタイムプレッシャー、スコアリング、ご褒美、ドーパミンのサイクルを毎日回してみてください。気がつくと、ちょっとやそっとでは揺るがない強い意志と行動力が生まれているはずです。